シャライ・コール・ルイ・コール・ポンは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルド・マルヌ圏のコミューン。パリ周辺地図、シャライ・コール・ルイ・コール・ポンは、セーヌ・ガーウガンにあり、セーヌ川とマルヌ川が合流し、パリへ入る直前に位置する。コミューンの北は、バンセンヌの森と接している。面積が1.85平方キロメートルと狭く、人口密度が高いため非常に都市化が進んでいる。 セーヌ川沿いには高速道路が走り、リヨン駅からの線路が東西に横断し、TGV のコンフランベルシー創車場が西部にある。船が行き交うシャラントンの丸逃し。1906年の絵はがきより、シャラントンは最初は4人の領主が所有する4つの村から構成されており、現在のコミューン面積よりさらに広かった。1791年まではベルシーが 1929年までは、バンセンヌの森の一部プレーヌ・ド・ベルシーが、それぞれシャラントンの一部であった。コミューンの名は、現在も、マルヌ川に架か,かるシャラントン橋にちなむ。7世紀から、この場所に橋があったことが知られており、パリ近郊有数の歴史がある橋である。首都に近く、マルヌ川とセーヌ川の合流地点であるという、戦略的要所であるため、シャラントンは、 古くから戦場となってきた。865年、バイキングが橋を制圧し、町を略奪した。1358年、ドーファンシャルル率いる藩類11世同盟である、ビアンピュブリック同盟軍が、1465年にシャラントンを攻撃した。ユグノー戦争中の1567年には、ユグノー軍に占領された。1590年4月、 アンリ4世はカトリック同盟軍の兵士を拉致した。しかし、同年9月のパリ包囲戦で、スペインの将軍はアレッサンドロ・ファルネーゼがシャラントンを再度征服した。なんとの直令後、シャラントンにはユグノーの教会が建てられた。1621年にはユグノー反乱が起き、多くのユグノーが虐殺された。1814年2月、 フランス遠征を行っていた第六次退仏、大同盟軍がパリへ接近し、シャラントン橋の防衛はアルフォール獣医学校の生徒たちが任されていた。3月30日にフランス側は降伏し、翌日にはビュルテンベルク公軍とオーストリア軍がシャラントンに陣を構えた。1860年にティエールの城壁内のコミューンがパリに併合された際、 ベルシーの内城壁外の部分がシャラントンに併合された。ありがとうございます。